今の少しはいい感じ。スリープ東証さん、早くこちらへ。今の模擬レースに関して指導を行いますからね。結果自体は素晴らしいものでしたが、瞬発力頼みになりすぎるのも考えものですよ。序盤から中盤のレースメイクももう少し丁寧に。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。私に指図しないで。あんたの言うことなんか絶対聞いてあげないんだから。え、スイープさん、やだやだやだ、聞こえない。もうもうもう、なんなのよ、全然いい感じじゃない。やっぱりこんなのつまんないだけよ。ん？ちょっとあんた、何よ、ぼーっとこっち見ちゃって。え？魔法って言ったの？言ったでしょ、言ったわよね、魔法って。今その話詳しく聞かせなさい。ケーキとかパフェとか食べたい食べたい。まずまずなのは絶対ダメよ。甘くて美味しくって見た目も綺麗なのがいいわ。そう、連れてって早く。で、さっきの話だけど、あんたさ、私の走りを魔法みたいだったって言ったでしょ。あれどういう意味？ねえ、何よ、それじゃ全然意味わかんないわ。もう、レースの魔法のこと、やっと少しはわかるかもって思ったのに。そうよ、グランマが言ってたの、レースの魔法が一番すごかったって。あんた知らないみたいだから教えてあげるけど、私はね、天才魔法少女スイーピーなのよ。いつかグランマみたいな大魔女になるのよ。だからレースの魔法も早く使えるようになりたいのに。当たり前でしょ。いい、魔法っていうのはね。やだ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 。スイーピー、嫌なことはないんだよ。英語得意じゃないか。この間も難しいテストで満点だったって先生が。やだ、嫌だったら嫌だ、行かない。じゃあお歌のレッスンに行こう。この間はすごい賞を取れたよな。一次も。これやりなさいってみんな私に命令してばっか。うまくできたって褒められたって全然楽しくない。だからやだ、もうやりたくない。やだやだやだ。あはは、何もかもつまらないって顔だね。どれ、カルペディエム。どうだい、いい香りだろう。まずはそいつを目いっぱい吸い込んで落ち着きな。かわいいスイーピー。綺麗なお花。でもなんで？さっきまでなかったもん。なのに。なになになに？どうやったの？教えてグランマ。知りたいかい？これはね、魔法さ、スイーピー。私はどんな魔法でも使える大魔女なのさ。魔法？なにそれ、なにそれ、なにそれ、楽しそう。やってみたい。私も魔法使ってみたい。そうかい、
なら私についといで。とっておきの三角帽子をお前さんにあげようね。かわいいスイーピー。さあ、人生を彩る魔法の数々を私が教えてやろう。さあ、準備はいいかい、スイーピー。教えた通りにやってごらん。うん、グランマ。いくわよ。テーラテーラ、ウニニウム。よしよし。ほら、匂いを嗅いでみな。甘く華やかで、胸が踊る香りがするだろう。クンクン。ああ、ハーブゼラニウムの魔法成功さ。この強い香りは厄介な虫たちを追い払ってくれるし、おまけにとびっきり美味しいハーブティーやジャムにもなるんだ。さあスイーピー、摘むのを手伝っておくれ。はい。ゼラゼラウニニウム。すごいわ、魔法ってすごくすごく楽しい。もっとやりたい。もっともっとたくさん覚えたい。ねえねえグランマ、私ね、もっともっと魔法を覚えたいんだけど、グランマが今までで一番すごいって思った魔法はどんなのだったの？おお、一番ときたか。そうさね。そいつはレースの魔法かもしれないね。レースの世界は特別でね、あそこにはいろんな魔法があるのさ。胸が高鳴ったりときめいたり、時には悲しくなったり。けれどあの場所でしか使えないとびっきりの魔法もある。昔々にレースを走っていた頃、私はそいつを見つけたんだよ。かわいいスイーピー、もしお前さんがそれを使えたのなら、どんなことよりワクワクして人生を変えるほどの楽しさに出会えるかもしれないね。なら決めた、私もレースに出るわ。それで絶対グランマみたいにレースで一番すっごい魔法を見つけてみせるんだから。そうかいそうかい、楽しみだよ。お前さんがどんな魔法を使うのか。魔法っていうのは楽しいのよ。つまんない気分なんか全部吹っ飛ばしちゃうの。そういう魔法がもっともっと使えるようになりたいから、レースの魔法を探しにトレセン学園までやってきたのに、走っても走っても魔法は見つからないし、教官も先生も習い事の時みたいにあれこれ命令してくるし、もうやだ、楽しくない、つまんない、全部つまんなくなっちゃった。レースなんかやめちゃった方がいいのかな。ないでしょバカ。だってそれが一番すごい魔法なんだもん。私はいつか大魔女になるスイーピーなんだもん。決めたんだもん、グランマみたいにレースの魔法見つけるって。
もっと広い？そこでなら魔法を見つけられるかもしれないの？じゃあ、あんた今日から使い魔ね。わかんないの？バカね。使い魔はね、ご主人様である魔法少女にくっついてきて、お手伝いを全部やるのよ。私がリースの魔法を見つけられるまで、あんたはとことん付き合うの。わかったわね。ほら、使い魔、わかったならボケっとしてないで、返事。やだ、今日はウッドチップ走りたくない、気分じゃないもん。やだったらやだ、やだ。連れの分含めて5個欲しいって言ってんじゃん。すみません、新鮮生ハチミーは数量限定品ですので、ご購入はお一人様2つまででお願いしておりまして。ケチくせえこと言ってんじゃねえよ、こっちは客なんだぞ。おい、でってそこの旗にも書いてあるじゃない。あんな大きい文字読めないわけ？目ついてないの？だいたいね、あんたたちがいっぱい買いすぎちゃったら私の分がなくなるでしょ。少しは頭使いなさいよね。ああ、なんだこのチビ、変な帽子かぶりやがって。黙ってろよ。はあ、変な帽子ってですって？グランマのくれた大事な魔法少女の証が変ですって？もう許さない、あんたたち。レースで勝負よ。どっちが黙って従うべきなのか思い知らせてやるんだから。あ、上等だっつーのチビ。私が絶対勝つみたいな。はっ、やっぱガキだな。押せ押せ、ほら押しとき。どっちが黙って従うべきか思い知らせるだっけ。バカバカしい。言われなくたって勝つわよ。こんなムカつく奴らに負けるわけないでしょ。最終直線、私が勝つ。あいつもこいつも全部ねじ伏せて、一番強いのは私なんだから。
ぽい、いい感じ。ムカつく奴ら、やっつけてやったから。ううん、それだけじゃなくって。魔法。あ、そういえば最初の時も。って、使い魔？あんた、なんかフラフラしてない？ねえ。毒ダミを両手にいっぱい、乾かないうちにすりつぶして、それで、着付けの呪文は、リザードフィッシュカメレオン。あ、起きた。最初にあんたと会った時も、いろいろ指示されるのにムカついて、無視して好きなように走ったら、ちょっぴりいい感じだった。いい感じで、ちょっぴり、ほんのちょっぴりだけど、楽しいかもって思った。自分で走るって決めて走るのは、楽しいかもって。で、あんたはそういう私の走りが魔法みたいに見えたのよね。そう。そうなのね。ねえ、あんた言ってたわよね。もっと広いレースの世界を見てみないかって。それってどういう意味？どうしてそこでなら魔法が見つかるってあんたは思ってるの？もっと詳しく聞かせなさいよ。想像？何を？それってちょっぴり楽しそうじゃない。いいわ、決めた。私走ってみる。走ってあげるわよ。トゥインクルシリーズへ魔法を探しに行くわ。だって私が自分で決めて走った楽しいの先に魔法があるかもしれないんだものね。でしょ、スカイマの言うこと信じてあげてもいいわ。私は心の広い天才魔法少女だもの。まずは甘いものや。当たり前でしょ。
はスコーンね。グランマともよく食べたわ。気分を上げるならこれが一番なの。あんたもしっかり食べなさいよね。また倒れたりなんかしないようにお腹いっぱいにしなさい。あんたはこれからも私の使い魔なんだから、ずっとずっと私のお手伝いをするのよ。いい？わかったら返事。見つけた。まさにこれだわ。前に見かけた気がしたのよね。ふん、私が偉いのなんて当たり前じゃない。そんなことより急がないと追いつかれちゃうわ。ソーンズソーンズセントワイン。スイープ東照さん、見つけましたよ。ちょっと、なんでよ。足止めの魔法を使ったはずなのに。ああ、トレーナーさんもご一緒でしたか。実はスイープ東照さんがですね、宿題をやってこなかったので代わりに補習をしようとしたところ逃亡しまして。当たり前でしょ。居残りなんて絶対嫌。やったら嫌。それよりなんで魔法が効かないのよ。ちゃんと本に書いてあった通りにしたはずなのに。いいですか、スイープ東照さん、先生はただ宿題をやってほしいわけじゃありません。今後競技者を続けていく上で勉強とトレーニングの両立はとても大切。その練習のために宿題を出しているんですよ。うるさい、私に命令しないで。やりたくないものはやりたくないの。スイープ東照さん、いいよ、使い魔まで宿題宿題って。先生のこと追い払ってくれたんじゃなかったの？だったら使い魔がやればいいでしょ。無茶じゃないもん。使い魔なんだからご主人様の命令は聞きなさいよ。見つけた。まさにこれだわ。前に見かけた気がしたのよね。ちょっと、何黙ってるのよ。は？魔法で答えを埋めるってこと？ふーん、ちょっと面白そうじゃない。魔法を私に？どういうことよ。なんか回りくどくない？スピードアップの魔法ってってことよね。まあいっか、そっちも面白そうだし。それじゃあ行くわよ。刹那に綴れ、アルストロメリア。さあ早速1問目は。ちょっとこんなの楽勝じゃない。この問題は、いけない、スピードが落ちてきたわ。かけるがごとく解け、アルストロメリア。すごい、あっという間に終わっちゃったわ。見なさい使い魔、これが魔法少女スイーピーの魔法よ。当然でしょ。これで先生をギャフンと言わせられるわ。早速びっくりさせてやるんだから。全問正解です。まったく、あなたはやればできるんだからすぐ逃げようとしないこと。それからトレーナーさんにお世話になったのでしょ。あとできちんとお礼を言うようにね。もう、なんで私の魔法に驚かないで使い魔の話になるのよ。いいわ、宿題なんて魔法ですぐって分かったもん。二度と居残りしろなんて言わせないんだから。喜びなさい、スカイマン。今日はあんたのお友達を増やしてあげるわ。も
もう探したわよ、使い魔。さあ、私と買い物に行くわよ。だって今日知ったんだもん。キュートな瞳であなたを癒す魔法のぬいぐるみマジカルワンコ、本日発売。魔法のワンコよ、絶対手に入れるんだから早くしなさい。ちょっと売り切れってどういうことよ。もうグズグズしていられないわ。使い魔、別のお店に行くわよ。ここも売り切れ？なんで？まさか隠してるんじゃないでしょうね。ここにもなかった。もうグズグズしないでよ、使い魔。見つかるまで探すわよ。しょんぼりしてるのよ。絶対欲しいんだもん。諦めたりしないわ。だいたい使い魔が悪いんだからね。私と同じスピードで走ってたら売り切れる前に買えたかもしれないのに。絶対の絶対に探してやるんだから。使い魔、次のお店はどこ？欲しいものは欲しいんだもん。絶対マジカルワンコがいいんだもん。そうよ、だってグランマだって飼ってたんだから。今はこっち来ないで。思ってもないこと言ったって通じやしないよ。その子には私が魔法をかけたからね、相手の心がわかるんだ。何何？スイーピーは本当はパパごめんなさいって思ってる。そんなことないもん。パパにごめんなさいなんて全然ハズレだもん。全然ハズレだけど、グランマの魔法ってやっぱりすごい。私もグランマみたいに気持ちがわかるワンコを飼いたいの。でも量だと買えないでしょ。だからマジカルワンコを代わりにするの。マジカルワンコに魔法をかけて人の気持ちがわかるぬいぐるみにすれば、グランマみたいな魔女になれるでしょ。だからやだってば。なんでわかんないの？借りたいなら一人で帰ればいいでしょ。何よ、謝りに来たの？昨日あれだけ探してなかったんだもん。どうせ見つからなかったんでしょ。何って何が？使い魔が見つけられなくても私が見つけて買ってたと思うし。トレーナーさんにお世話になったのでしょ。後できちんとお礼を言うようにね。知らないわよ、私頼んでないもん。使い魔が勝手にやっただけだもん。使い魔ってほんと変。ワンコだってそう思うでしょ。何よその顔。違うもん、本当にありがとうなんて思ってない。全然ハズレだもん。もういい、あんたももっとちゃんと心が読めるようになりなさいよね。
つよまとまれアルストロメリア。これで夏合宿の準備は完璧ね。スピードアップの魔法、荷造りにも使えるじゃない。いいこと、ワンコ。私が合宿でいない間、この部屋の見張りはあんたが。何よ、あんたも行きたいって言うの？ふん、寂しんぼなんだから。しょうがないわね、連れてってあげる。私には休んでてって言って、使い魔は走り回ってばっか。じゃああんたはいつ休むのよ。ワンコだってそう思うでしょ。今日はまた特に暑いね。こんな日はやっぱりあれを飲むのが一番。魔法のジュースだね。だったら山に積みに行かなきゃ。魔法？何の話かしら。早いのに。そんなこと言ってぜいぜい息切らしてるくせに、私の邪魔したらただじゃおかないわよ。まあまあまあ、おかしいじゃない。登ればすぐ見つかるって話だったのに。ここにもない。もうなんですぐに見つからないのよ。うるさいわね。だから急いでるんでしょ。文句言うより手伝いなさい。ほら、この子と一緒に探して。ギザギザした緑色の葉っぱよ。絶対あるはずだもん。私は魔法少女スイーピーよ。絶対探し出してやるんだから。未来の大魔女に見つけられないものなんて。で、探しちゃったじゃない。ほんと世話が焼けるんだから。さあ使いま、喜びなさい。あんたにだけ特別に飲ませてあげるわ。スイーピー特製マジカルポーションよ。この辺りで有名な薬草を使った魔法のポーションよ。夏バテ防止の呪文もかかってるんだから。別に使い魔のためじゃなくて魔法の練習だから。効果が知りたいんだから早く飲んでよ。言っとくけどすっごく苦いんだから覚悟しなさいよね。使い魔ったらひどい顔。私もペロって舐めただけでうえーってなったもん。当たり前じゃない。私は未来の大魔女なんだから。ポーションの効き目だってバッチリに決まってるでしょ。はぁ、おっきい花火、すごいすごい。そうだ、ワンコにも見せてあげないと。ほら、すっごい花火よ。何よ、またなんか言いたそうにして。なんだ、また外してる。使い魔のためじゃないって言ってるでしょ。何も言ってないわよ。
それよりまだポーションは残ってるから明日もちゃんと飲みなさいよね。